はい、それでは本日はご対応の中お集まりいただき誠にありがとうございます。ビーガンを取り込んだアフタヌーンティーを予定していまして、ベトナムのプンチャーというお料理を発表させていただきました。米粉とあとアーモンドプードル、あと黒糖と甜菜糖とかを混ぜ合わせて、茹で時間をうまく調整して冷たく締めたものを使用して冷たい手塚店がね、米粉っていうのは、やっぱお客様グルテンフリーを希望されている方も結構多かったりするので、割と身近な存在だったりするんです。その水戸市産ですよっていうのはすごくアピールしやすいな、身近なものなのでアピールしやすいなと思いますので、これからどんどん使わせていただきたいと思います。こうやって美味しく調理してもらったりとか、粉を作ってパンだったりお菓子だったりを作ってもらって、こうやって消費拡大していくのは大変嬉しいです。予想以上に多くの店舗で取り組んでいただきまして、非常に多くのメニューが出来上がって、これから本当に楽しみです。水戸の米粉、福米粉を使って、水戸を盛り上げていきたいなというふうに思っています。